お腹がへこまない原因は腹筋の頑張りすぎだったんです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹の脂肪を取りたいのになかなかお腹がへこまない、腹筋頑張ってもお腹が全くへこんでる気がしない、そういった方は実は背中の柔軟性の低下による場合が多いんです。腹筋運動というのは背中を丸めて上体を起こす運動になるんですが、実は背中の運動をしてない人が腹筋どんなに頑張ってもどんどん姿勢が悪くなってしまってお腹はへこまないんです。しっかり前も後ろも体を動かしている人は腹筋運動を行ったらバランスよく姿勢が良くなるんですが、腹筋と背中の運動のバランスが悪い場合、腹筋ばかり頑張ってもお腹がへこまない、姿勢が悪くなるばかりになってしまいます。今回はお腹をへこませるための背中の柔軟性をリセットするために大切な体を後ろにひねる、横に動かす、後ろに倒す、この3つがポイントになったエクササイズです。腹筋は行いません、上半身が気になる、そういった方は今回のメニューを一緒にやってください。それでは紹介します。まずは足を肩幅に開きます。手はお尻を触っておきます。この状態で脇を締めます。脇を締めます。このまま体を少し後ろに倒して体を右左回していきます。体を倒す際にお尻が出たままだとダメです。お尻を締めた状態です。いきましょう、スタート。脇を締めて体を後ろにひねる。あまり倒れすぎるとね、前ももストレッチになるので痛いかもしれません。そういった方はね、ちょっと体を前に戻して体を少しだけ後ろに倒して回します。脇が広がらないように、腰、背中がね動いてる感覚あれば OK です。はい、 OK。 次は正座のままで気をつけします。体を右左と太ももの横を触って体を倒す感じで動いていきます。お尻が出ないように体をまっすぐにした状態で動きます。いきましょう、スタート。感じでしっかりね、手をね下まで伸ばそうっていう意識よりは体をまっすぐにして手が伸ばせれるとこまででいいです。腰とね脇腹が伸ばされる感じがあればバッチリです。スマホ見ながらの場合は下向いててもいいんですが猫背にならないように。はい、 OK。次は座ったままで手を後ろに伸ばします。親指を下向ける、上向けるっていうことを繰り返しながら肩を後ろに回していきます。いきましょう、スタート。肩が、ね、上に上がらないように落としたままです。これで親指を上向けて下向けてっていうことを繰り返すことで胸のストレッチ、肩甲骨を動かすことができるので姿勢が良くなってきます。二の腕痩せにもねこれはすごく効果的です。はい、 OK。 今度は親指を後ろに向けてダブルという字を作ります。このまま肘を締める感じで動かしていきます。腕の位置はできるだけ体より少し後ろです。胸を張って動かします。いきましょう、スタート。感じで動かしていきます。これはね肩甲骨をね動かしてるんで結構背中がねだるい、首とか肩とかねだるくなると思いますが、これが慣れてくるとね姿勢の改善ができてお腹へこんできますんで毎日やっていくとね OK。 はい、足は正座から少し開きます。手をお尻に当ててこのまま体を後ろに倒したら戻します。脇は締めときます。いきましょう、スタート。体を後ろに倒す動きです。前側がしっかり伸ばされます。体をね戻すときに辛い方はつま先立ててください。地面をつま先で押す感じで体を戻します。指示が出ないように、はい、 OK。 次は今の状態から
体を後ろに倒しながら右手で左のかかとをタッチ、左手で右のかかとをタッチ、後ろに体をひねる動きをします。もし倒ない方はつま先立ててもらって体を倒しながらかかとタッチです。いきましょう、スタート。左右対称に体のかかとと手をくっつけます。体をしっかり回して、これでね、体をしっかり後ろにひねる動きを加えて、ちょっと辛いかもしれませんが、はい、OK。 今度は手を横に伸ばします。気持ち肘を締めて、このまま手を後ろにひっくり返すだけです。親指に返すときに肩が後ろに回るので、肩甲骨しっかり寄せる感じで親指を後ろに向けてください。いきましょう、スタート。これはね、あんまり手の位置が後ろじゃなくてもいいです。体と水平ぐらいでしっかり肩を回していきます。肩甲骨をね、しっかり動かしてください。しっかりね、うまくできてくるとね、親指がもう下に向けるぐらい体が動かせれます。はい、 OK。 今度は片手は頭の上、反対の手は腰、手のひらは上の手は前、下の手は手のひらが後ろに向きます。このまま手をこのように動かします。体をね、ちょっとこずるようなイメージです。これで肩から腰までのストレッチができます。いきましょう、スタート。こういう感じでね、片っぽね、動きにくいよって場合もすごいあると思います。肩がね、硬い方は手が全然ね、うまいこと動かせれないと思いますが、しっかりグッとね、遠くに持っていくイメージ。よし、はい、 OK。 お疲れ様でした。今回のメニューで背中の柔軟性、そして背中の筋肉をね、リリースすることができてます。腹筋ばかりしてお腹がへこまない、そういった方は背中に原因がある場合が多いです。姿勢のいい人ってお腹出てませんよね。姿勢がいいからお腹が引っ込んで見えるんではなくて、姿勢がいい人はお腹に脂肪がつきにくいんです。反り腰の方、お腹がポッコリしてる方は背中をしっかり動かす、こういったメニューを何度も続けてみてください。毎日やるのは難しいよって方は週に1回、週に2回、そういう感じで週3回ぐらいを目安にできるようになると姿勢が改善されやすくなりますので、動画を見ながら何度も頑張ってください。体の変化などはコメントを使ってもらっていいので、ぜひ教えてもらったり視聴者さんの方に共有してもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。